ではそんな若手営業マンはどうすれば平常心を取り戻し一歩一歩着実に成長していけれるのでしょうか。答えはズバリ、こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの江本です。日々の営業活動お疲れ様です。営業マンにとって実績は武器です。なぜなら実績が増えれば増えるほど自分に自信が持てるから。とはいえまだ実績のない若手営業マンにとっては最初の一件が全てですよね。実績がなければ自信が生まれず、また断られるのかな、次ダメだったらもうやめようかな、などと余計なことを考えてしまいます。ではまだ実績のない若手営業マンは何を心の支えとして頑張ればいいのでしょうか。その答えこそが今回のテーマです。今回のテーマは若手営業マンが持つべきマインド3つ。実績のない若手営業マンが最初の一件を獲得するために知っておくべきマインドのお話です。どんなテクニックを身につけるよりもまずは基本となるマインド、つまり心構えをマスターしましょう。あなたの中にある渦巻く不安や迷いがスッと消えて晴れやかな気持ちでお客様の前に立つことができますよ。それでは早速スタートします。即決営業、当然ですが営業マンは自信を持って商談に挑むべきです。身を縮めて小さな声で話す営業マンから商品を買ってくれるお客様はいません。しかしまだノルマを達成したことがない若手営業マンがもっと自信を持ってと言われても正直困ってしまいますよね。厳しいことを言いますが営業は結果主義の世界です。売上を獲得できなければ一切評価はされず焦りばかりが募っていきます。そして焦るがゆえに押しが強くなったりミスが増えてしまったりと負のスパイラルに陥ってしまうのです。ではそんな若手営業マンはどうすれば平常心を取り戻し一歩一歩着実に成長していけれるのでしょうか。答えはズバリ、マインドを変えることです。目の前の状況に一喜一憂せず自分を信じて商談に向かう鋼のマインドを手に入れましょう。ではこれより若手営業マンが最初の契約を勝ち取るための具体的なマインドについて解説します。若手営業マンが持つべきマインド、1つ目、量をこなせば質は上がる。営業マンとして成功したい、でもどうすればいいのかわからないという若手営業マンはとにかく量をこなしましょう。緊張してうまく喋れない、仕事の要領がつかめない、苦手なお客様との接し方がわからないなど量をこなし、場数を踏むだけで解決する課題は意外と多いものです。あなたは量質転化の法則をご存知ですか？量質転化の法則とは何事も一定の量をこなすと量が質に変わり、その結果質が上がるという法則です。これは当然営業にも当てはまります。まだ実績のない若手営業マンは少しでも多くのお客様と会いましょう。そして一本でも多くアポイントの電話をかけてください。営業マンは現場100回、経験値の少ない営業マンほどお客様と話す機会は重要です。なぜアポが取れないんだろう、もしかして自分が思っているより声が低くなっているのかも、今度自分の話を録音してどんな話し方をしているのか聞いてみようと自分に足りないものを探して一つずつ乗り越えていくことでいつしか量が質へと転化します。営業はお客様ありきの仕事です。お客様の反応やその場の空気は現場でしか学べません。あなたもどんどん商談に参加して経験値を積み上げましょう。こなした量はいずれ必ず質に転化しますよ。若手営業マンが持つべきマインド2つ目、弱みを克服せず強みを伸ばす。一般的に弱みは克服するべきだと思われがちです。しかし最近では弱みを克服することより強みを伸ばすことに時間を費やした方がいいと言われています。ところであなたは自分の強みを知っていますか？もしそんなことを急に聞かれてもわからないよということであれば、周囲の人にあなたが一番得意なことを聞いてみましょう。あなたが普段何を大事にして仕事をしているか、職場の同僚や上司は意外とよく見ています。家族や友人に聞いてみるのもいいでしょう。これは自分で考えるのではなく人に聞くというのがポイントです。周囲の人はあなたの想像以上に客観的な視点であなたをよく見ています。自分の思い込みよりも
ずっと信頼のおけるいい話が聞けるはずです。ぜひ実践してみてください。では話を続けますね。ここからはあなたの弱みについて少しお話をしましょう。そもそも強みと弱みは表裏一体です。例えば自己主張が強いという弱みは自分の意見を持っているという強みでもあります。また優柔不断という弱みは物事を深く考えられるという強みでもあるのです。弱みを克服するのではなく弱みを強みに置き換えてみましょう。自分の弱みは誰にも真似ができない強みに変えられるんだと自分に自信が持てるはずですよ。若手営業マンが持つべきマインド3つ目、営業マン VS お客様にしない。営業マンは商品を売る側の人であり、お客様は商品を買う側の人ですよね。そのため多くの営業マンはとにかく売らなければとお客様に挑むような気持ちで門を叩きます。するとお客様も営業マンが売り込みに来たと身構えて財布の紐をギュッと固く締めてしまうのです。このようにして商談イコール戦場という絵面が出来上がります。しかしこれではいつまで経ってもお互いに打ち解けることはできず、お互いに打ち解けることもなければ歩み寄ることもなく失中に終わってしまうでしょう。お客様と話すときはあなたのお困りごとを解決しますという姿勢を忘れないようにしてください。まだ何も提供していないのにお金をもらうことばかり考えてしまうのは順番が逆です。お客様と手を取り合ってパートナーシップを結ぶためにも営業マンはお客様の味方でいることを覚えておいてくださいね。即決営業。それでは今回のまとめです。今回は若手営業マンが持つべきマインド3つをご紹介しました。実績のない若手営業マンはまず量をこなしましょう。量質転化の法則によって積み上げた量は質に変わります。仕事の質を上げるには量をこなすことが近道です。人は誰しも強みと弱み両方を持ち合わせています。強みしかない人間はこの世に一人もいませんし、弱みしかない人間ももちろん存在しません。自分の強みなんて自分じゃわからないよという人はぜひ周囲の人にあなたが一番得意なことを聞いてみてください。自分で考えるのではなく人に聞くというのが大事です。周囲の人はあなたを客観的に見ています。自分一人では気づけない意外な強みを教えてくれますよ。サクッと自分だけの強みを見つけていいところを伸ばしましょう。また弱みも見方を変えれば強みに転じます。例えば推しが強いという弱みは自分の意見が言えるという強みでもあるのです。それを自分の弱みだと決めつけて思ったことを自分の口に出すのはいけないんだと自分を抑え込むのは間違っています。自分の意見を言えるのは立派なスキルです。ただ少し柔らかい言葉を選ぶだけで推しが強いという弱みは自分の意見を上手に伝えられるという強みに変わりますよ。営業マンはお客様の味方です。決して戦いを挑むような気持ちでお客様の前に立ってはいけません。その空気がお客様に伝わって心の扉もお財布の紐も固く締めてしまいます。まずはお客様に私はあなたの味方です、お役に立ちますよという自分の意思をお客様にしっかりと伝えて信頼を得ましょう。お金の話はそれからです。実績が少ない若手営業マンは自信の源がなくて苦労しますよね。しかし今回ご紹介した3つのマインドを忘れなければあなたは営業マンとして一回りも二回りも成長できることを私がお約束します。今は辛くてもどうか諦めないでください。ブレないマインドで目の前の壁を乗り越えましょう。我々株式会社即決営業では YouTube 以外でも様々な形で営業マンの方にお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方はこの動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録をしてください。即決営業公式 LINE に登録するとあなたの営業力が上がる3つのプレゼントがゲットできます。また東京大阪ウェブで即決営業無料体験セミナーを行っておりますのでぜひご参加ください。公式 LINE 体験セミナーともに詳細は概要欄にありますのでぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの相本でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。
あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。